Aloha, everyone, and Happy New Year to you all. Welcome to another episode of Lillian's Vegan World. I'm your host, Lillian Cumig, vegan chef and a new author, vegan cookbook author. Nice to have you all on the show. Today, I have my guest from Japan, and we're actually going to conduct this show in Japanese for the first time. Konnichiwa, Lillian tomoshimasu. Yokoso, Lillian no vegan no seikai. Lillian's Vegan World. To you, 番組にようこそいらっしゃってください。今日は初めて日本語でお送りしたいと思います。素敵な素敵なゲストをぜひ、もう早速紹介したいと思います。日本の東京から、徳永ゆかさんです。ゆかさん、こんにちは。こんにちは、リニアさん。今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。とても楽しみにしてました。ゆかさん、ステーキで初めて会ったとき、まだ最近ですね、先月ぐらいだったと思うんですけど、ゆかさんは、日本から、日本の福岡生まれですね。はい、福岡、でも東京に10年前から住んでるっていう話を聞いてたんですけど、それから、はい、なんとハワイへ、ハワイに住んでらっしゃって、いや、ステーキですね。ありがとうございます。憧れな、生活ですね。ゆかさん、ぜひご紹介してもらいたいんですけど、お願いします。はい、はじめまして、ゆかと申します。よろしくお願いします。はい。何がいいかな。日本からいつ来たんですか、ハワイに。2020年の2月。にハワイにやってきました。あ、そうですか。じゃあもう長いですね。もう、あともうすぐで1年ですね。うん、1年ぐらい。あ、そうですか。でも英語はお上手じゃないですか。いえいえ、今日ちょっとこう迷ったんですよね。英語でしようか日本語でしようか。とても上手に英語を喋れるんですけど、今日、早速チャンスなので日本人の皆さんにも伝えるね、伝えできるように日本語でいきましょう。ゆかさんはロミロミマッサージのセラピストでいらっしゃるんですね。はい、ロミロミマッサージ、私ちょっと興味があるんですけど、知らない方多いと思うんですね。ロミロミマッサージはハワイ式のあれ伝統なマッサージセラピーですね。はい、そうです。ロメロメはもう古代ハワイアンから伝わるもう予防法というか健康、体をケアするためにすごい大事なものとされてたんですけれども、手技は2割にしか過ぎない。もちろん手技でフォアアーム、前腕を使ったりとかするんですけれども、エルボーを使ったりとか、それの他に 20% がその手技マッサージに過ぎなくって、 80% がもうエナジーワーク、エネルギーワークって言われてまして、いらなくなったエナジーをリリースして、美しいこの地球の宇宙のエナジーを体に取り込んでいくっていうのが、もともとのロミロミになってます。うん、ヒーリングのマッサージですね。やっぱりハワイって、私もまだハワイに来て2年しか経ってないんですけど、ハワイって自然が多いんじゃないですか。その大自然からのエネルギーを、そのお客さんにこう伝えるというマッサージはとても興味ありますね、確か。そうなんですよ。やっぱりプレって言ってハワイのお祈り、ハワイ語でお祈りから始めるんですけれど もうプレした瞬間に涙される方もいたりとか、こうやっぱエナジーワークなので、やってる間にいろんなメッセージとか、体からここをやってほしいとか、ここに感情が残ってるとか、いろんなことが伝わってくるので、それを伝えたりとかすることによって、もうやっぱお客様の表情も変わってきますし、体もすごい変わってきますし、もう涙されることもすごくたくさんあります。そうなんですか。やはりセラピーですね、マッサージというよりは。う
ヒーリングセラピー。なんか私ちょっと調べたんですね。あんまりこう詳しくないんですよ、ロミロミマッサージ。なのでちょっといろいろ調べたんですけど、呼吸がとても大事に、してるマッサージですね。その呼吸の方はお客さんに行くんですか、呼吸を。それともさっき言ったようにお客さんからその悪い、良くないこうエネルギーを出すような形で、間違いないですか、どういうところで呼吸を大事にしてるところあるのかなと思って、ぜひ教えてください。アロハってよくハワイで使われると思うんですけど、そのアロハの歯 HA っていうのも歯の呼吸って言われてて、やっぱエナジーがしっかり流れていく、英語で Breath of Life ですね。そうですそうです、はい。なのでお客様の呼吸と私自身の呼吸も合わせていくことによって、大自然と宇宙とつながって一つワンネスというかこう循環していくことですね。そうですか。どこでやってらっしゃるんですか？ホノルルでやってます？そうです、今は学校で、今回はもうすでに日本で東京、福岡、沖縄でマッサージ教えたりとか、もちろんお客様施術したりとかしてたんですけれども、今回はハワイ州のライセンスを取りにハワイにやってきたんですよね。素晴らしいですね。いや、もうゆかさん、私会ったばかりなんですけど絶対目立ちますよ。日本にいる時も多分すごく人気者ですよね。だってこんな日本人なんですけど、ハワイ人に見えますね。雰囲気的に。もう多分私から言うのあれなんですけど、とてもハワイの素敵な雰囲気出してますよ。ありがとうございます。もうハワイのエナジーに感謝です。確か私もそう思います。毎日もう朝起きてからハワイはちょっと特別なんですよね。私も日本の仙台に30年間住んでたんですけれども、仙台もご存知だと思いますが、素敵なところなんですね。日本大好きなんですけど、確かハワイのこの何て言うんですかね、その自然とかその自然のエネルギーってとても生きてますね。それは非常に私は感じます。ロミっていう言葉、ハワイ語で揉むっていう意味ですかね。そうですそうです。どうやってそのロミロミマッサージにの正解に入ったんですか？入ったのは、私の姉がオールドシスターがマッサージやってたんですね。それは全然ロミロミ関係ないマッサージやってたんですけれども、それで私はその時ハワイアンジュエリーをデザインしたり作ったりとかしてて、マッサージなんか素敵だなっていう姉の姿を見て、でマッサージを学びたいと思った時に、やっぱり私はハワイが好きだからハワイのマッサージを学びたいと思っていろいろ調べて、でハワイの先生のところにたどり着きました。あ、いい話ですね。ゆかさんいろんなことやってますね。そのロミロミマッサージ、他にさっき言ったようにジュエリーのデザイナーですね。ハワイのジュエリーで間違いないですか？また今つけてらっしゃるのも ゆかさんのデザインですか？そうです。これは私がもうデザインとあと彫りも全部やりました。すごいですね。それは変えることできますかね？オーダーメイドでやってるので、はい、直接連絡いただいてイメージとかそれで一緒にデザインさせていただいたりやってます。すごいですね。その連絡先はどうなります？インスタグラムか、はい、はい、いいですよ。インスタグラムの名前を教えてください。はい、 PS I love you 33 です。
わあ、かわいい。P.S. I love you, Steaky。私もあの実はゆかさんのインスタグラムのファンなんですけど、とっても本当にあのハワイにいるそのハワイアンライフスタイル生活に十分に伝えてますね。ぜひあのその見てる方、あのインスタグラムやってる方もぜひあの探して見つけてください。P.S. I love you, 33。あのゆうかさんのいろんなハワイの素敵な写真たくさんあります。今日もあの用意してくれまして、ぜひあの見ましょうか。Can I see the first photo, please? Here we go. ゆうかさん、これ説明してください。Singing Bowl。そうです。これは Singing Bowl って言って、ネパール、もともとネパールのものなんですけれども、去年、あ、もう2年前になりますね。2年前にネパールに行って、私自身も自分のシンギングボールを買い付けに行って、東京のサロンではシンギングボールを使ったメディテーションや、それこそヒーリング、エナジーワークをさせていただいてます。やっぱ音はすごい、あの体のバイブレーションと反応していくので、すごいあのリリースされたり、チャクラが整いやすい。うん、私もその音大好きなんですよ。Singing Bowl の綺麗ですね。あの私もいつかネパールに行ってみたいですね。確かいろんなところ行ってますね。はい、Traveler。 Yes, I like it. Traveler. Steaky. Let's have a look at the second photo. かわいいね。ゆかちゃん、これはどこで撮った写真ですか？これは KCC のファーマーズマーケットです。いいですね。あのファーマーズマーケットで初めて会った時、ファーマーズマーケットだったんですけど、あのもう少しでちょっと1分だけの休憩の時間あの入りますが、ゆかさんはビーガンなんですか？はい、ビーガン。今ビーガンです。あのとてもゆかさんのエネルギーはとても素敵で、やっぱりビーガンという人は私から見ると、この人ビーガンだなって思うときは大体合ってますよね。わかりますね。なんとなく、そう、雰囲気とか、まあ、お肌の、その綺麗なお肌とか、うん、目の白さとか、髪の毛のありますね。もう、あの、完璧に。綺麗な方です、ゆかさん、本当に。あの少しだけ1分の休憩入りたいと思います。そのままにしてください。はい、we're going to take a quick break and be back in a minute.、Please do watch our little messages and see you in a bit. Welcome back, everyone, to Lillian's Vegan World. あの今日は日本語でお届けする放送になります。今日はあの日本からの、徳永ゆかさんにインタビューしてます。ゆかさん、こんにちは。こんにちは。あのいろんな話してますが、とてもゆかさんあのいいライフスタイルしてますね。あちこち行ってまた素敵なかんあの健康的なねあのライフスタイルだと思いますが、ビーガンの話についてちょっとあの知らせありますが、
私去年初めて、料理本を出して Hawaii A Vegan Paradise というクックブックですね。Let's take a look at one of my photos for the book. It's Hawaii A Vegan Paradise. There it is. It's available worldwide.あの世界で買えることになりましたね。日本だとまだ Amazon だけになります。日本の Amazon あの買えることできます。あとはあのサインコピー、直接私からも注文することできますね。Hawaii Vegan Paradise 120レシピぐらいあの入ってて、全部もちろんあのビーガンですね。これは、先月実はハワイにある雑誌のカバーあのに載せて、そのとても私にとって、まあ素敵ないい、経験だったんですけれども、これなんですね。 The Cover of Midweek で、この Midweek という雑誌、これはほとんどのハワイにいる人たちは、まあ、いる方は見てるんですね。この雑誌は初めてビーガンをカバーに載せたんですね。だからとてもハワイはヴィーガンという話 にとってはちょっと進んでますね、他の国よりは。で、ゆかさん、あのヴィーガンの話ちょっと続きたいんですけれども、日本であのまだジャパンタイムズという、まあ、記事で見ましたが、日本はまだ 2% だけヴィーガンという人あの、まあ、数字出たんですね。2% って結構少ないんですけど、びっくりしたのは、アメリカはまだ 1% ですね。びっくりしますよね。逆だと思ったんですけど、やっぱり、でも州によると思うんですね。我々はハワイに行って、まあ、ハワイはとてもビーガン、まあ、レストランだったり、ビーガン あの食べ物だったり、まあ、いろいろ買えるんですけど、ちょっと日本でね、やっぱりその、まあ、ビーガンというお店とっても少ないと思うんですね。まあ、これからビーガンという言葉よくこう出てきてると思うんですけど、どうなんですか、ゆかさんから見ると、あの日本でビーガンですっていうと、どういうこうリアクションというかなります、周りの方。私はそれ4年前に私はペスタカリアンから始まったんですけれども、ペスタカリアンになった時も私はお肉食べないって言った時に、すごいたくさんの人が、え、何か始めたの、変なこと始めたのとか、すごい変な宗教か何か、そうなんです、と思うんですよね。うん、はい、なんですペスカタリアンは、あ、ごめんなさい、ペスカタリアンはあのお魚を食べる、まあ、意味ですね。でもお肉は食べなかったんですね。そうです。あと乳製品もほとんど食べてなかったです。チーズとミルクとかは、うん、食べてなかったです。じゃあ、ビーガンになったのはどのくらい前から？ビーガンになったのは今回ハワイに来てから、ちょうどコロナの最中、コロナになってすぐにビーガンに変わりました。そうですか。どうでした？私は難しかったですか？もうもっと早くヴィーガンになればよかったって、あの私の人生で後悔することってほとんどないんですけれども、なんで早くヴィーガンにならなかったんだろうっていうのは本当に後悔しました。4年前ペスタカリアンになった時に、もっと本当に知識不足、勉強不足だった自分にすごく後悔しました。いやー、でも素晴らしい、あの全然遅くないです。だからね、皆さんにぜひお伝えたいのは、ヴィーガンはいつでもあの慣れるもんなので、そんな難しくないんですよね。よく考えると、その私の料理本もビーガン、ハワイやビーガンパラダイスも、あの絶対満足なれる料理なんですよ。ビーガン料理って、あの確かちょっとイメージ悪いところあるんですよね。玄米と、まあ、つまらないサラダしか食べてないっていうこうあのイメージはあると思うんですけど、もう全然ですよね。逆にあのビーガンはもっとたくさんいろんな種類 あの料理を食べてると思うんですね。普通 そのお肉食べてる人にあの比べると。だから遅くないんですよ。
明日でも明後日でもぜひ皆さんビーガン の正解にもう少しこう調べてやってみた、見たらいかがかなと思うんですね。はい、ゆかさん、はい、どうぞ。いや、私はビーガンになってすごい料理のバリエーションが増えました。逆に、うん、やっぱり、はい。で、今度、まあ、来月ですか、日本に帰るのが寂しいんですけど、でも待ってますよ、はい、帰ってくるのが。ゆかさん、多分こっちに将来ありそうな、こう、ありますね。それは分かります。勝手にこう自分は思ってるだけですけど、うん、多分、うん、帰ってくると思います。その時にまたぜひ、おいしい、ビーガン料理食べましょうね、一緒に。ぜひ。Let's have a look at Yuka's next photo. Yuka さん、実はヨガのインストラクターですね。はい。すごい写真ですね、これは。ありがとうございます。ヨガもしにバリに行ったり、インドに行ったり、ヨガのトレーニングをしてきました。で、これはアクロバティックヨガって言って、一人じゃなくって二人でやるヨガなんですけれども、今日も朝からアクロバティックヨガやって、やっぱ体の整え方が全く変わっていきます。すごいですね。素晴らしい。私の主人とやりましょうって話したら、多分2人とも病院になっちゃいますよね。遠慮します。私もヨガやってますけど、いや、すごいやっぱりスタイルもいいし、まあ、ヨガやってる方は、やっぱりスタイルいい、ね、いい人は多いんですよね。素晴らしい。Let's take a look at the next photo. すごいね、ゆかさん。これはハワイですか？そうです。これは何階のピルボックスに行った時の写真なんです。普通にピルボックスにハイキングして、普通しないですよね、そういう。だから、ゆかさんのインスタグラム、ぜひ見てる方、ぜひ探して見つけてください。楽しいんですよ、彼女の。P.S. I love you 33. Let's take a look at another photo. ああ、素敵ですね。これ、ゆかさんっぽいなんかイメージありますね。ちょっとこう、精神的に全部リラックスしてエネルギーをもらおう。こう。そうなんです。ハワイはすごいメディテーションしたいって思う場所がたくさんあって、もうこれはココヘッドなんですけども、ココヘッドに行ってメディテーションしたり、いろんな場所にハイキング行ったりとか海に行ったりとかして、たくさんメディテーションできるタイミングがいっぱいあるので、すごいやっぱメディテーションは幸せ度がすごい、幸福度が増えていくので、メディテーションもすごくおすすめです。確かそうですね。私最近ちょっと できなくなったのかわかんないんですけど、ちょっと集中できなくなったんですよ。多分いろんなことこう頭の中に入ってて、ちょっと私も頑張らないとダメですね。あまり忙しいとこう、うん、めちゃくちゃもう頭の中でこうぐちゃぐちゃなりますよね。だからメディテーション本当に良くて、日本にいるときどうしてるんですか？メディテーションとか、こういうこうハワイみたいな場所、うん、まあ雰囲気ありますか？そうですね、やっぱ日本、東京に住んでると人もたくさんいますので、でもそういう時こそ場所関係なく、もちろん電車に乗ってたとしても、うん、たくさんの人がいたとしても、自分の中に集中するということで、どこでもメディテーションもできるので、呼吸、自分のご自身の呼吸に意識を向けて、ゆっくり呼吸することだけでもすごい大切だと思います。確か、毎日やっぱりする、まあ、した方がいいと思うんですけど、何分ぐらい自分は、ゆかさんは何分ぐらいやってるんですか？私はメディテーションし始めると、ちょっと止まらなくなっちゃうのですごく長くなっちゃうんですけれども、もちろん私も忙しい時とか、頭がすごい忙しい時とか、思考が忙しい時はもう本当に5分とか、まあ、3分でも5分でもいいので、
自分自身の呼吸、自分自身の体に集中する時間、そういうものを持つだけでも、もう時間は関係なく大切だと感じます。あ、確かそうですね。あ、うん、メディテーション、まあ、ハワイにいると、いろんなこう健康的なことをしたくなりますよね。それは確か国はね、関係なくこうどんな国でも健康的なその生活はできるんでしょうけど、でもハワイってやっぱりモチベーションいいんですよね。ハワイのエナジーはすごい全く違いますよね。うん、私もそう思います。でも日本も大好きで、私まあ 30年行ったもんですから、もうマイホームなんですね。ちょっとまだあのハワイに来て2年経ちますが、でもやっぱり恋しい時ありますね。確か大好きなので、だから日本も本当に自然、日本もね、自然がすごく綺麗で、でまたフォーシーズンなので、こうはっきりしてますよね。雪もあるし、その、まあ、夏もちょっと短いですけど、夏海のそのライフスタイルもできるし、あとやっぱりね、温泉が、私仙台だったので東北人なんですよ、私はこう見えても。だから温泉とかね、やっぱりお風呂入るその、うん、習慣はとってもまたヒーリングされますね。温泉はすごい、やっぱ大地のぬくもりをそのまま肌全体に感じれるので、あれはもうものすごいグラウンディングだと私は感じます。あ、確かあのグラウンディングという言葉、はい、出ましたグラウンディングは私とても大事にしてますね。グラウンディングは、まあ、あの裸足でね、裸足になって、まあ、靴脱いでこうするのも大事ですね。歩いたりこう外で自然 の、 その海でも公園でもこう少し散歩するのがとても気持ちいいですよね。日本人はちょっとこう裸足にするのが恥ずかしいとかっていうこうありますけど、あのたまにした方がいいですよね。いや大事ですね、裸足、うん、はい、地球をねタッチして 足から足の裏から感じるっていうのは、 もちろん古代ハワイアンの人たちもそうやって裸足で歩いて大地のエネルギーを感じてたので、はい、確か。あのゆかさん、ちょっと時間あれなんですけど、ずっとずっと話してもいいようなこうあの楽しいんですけど、Eric, can you please show the number 10 photo, the last photo? Look at これすごい写真ですね。またゆかちゃんが上にあって、あのそれから私のお友達もブライアンっていう方がやってるんですけど、どこですか？これは This is カピオラニパークですね。カピオラニ、はい、素晴らしい。まあゆかさん、あのゆかさん多分ファンが多いと思いますけど、あのまたゆかさんの話聞きたい、見たい方はインスタグラムで PSI Love You 33あの見つけてください。ゆかさん、今日は本当にどうもありがとうございました。とってもいい話で楽しかったです。こちらこそ本当にありがとうございました。Thank you。たくさん勉強したいと思います。クッキング。応援してます。ありがとうございます。Thank you everybody for watching and see you again next time on Lillian's Vegan World. Take care and aloha.